し、おそらく私たちは大きな木に抱かれたり、草をなと思って寝転んで草の香りをいっぱい吸い込んだり、空を飛んでる鳥やなんかと風や会話をし、たまにはこの段階を見られたりしてるから月とか太陽とか空とも多分会話だと思うんですね。ところが今我々はそれどころか同じ人間同士でさえ会話する、ということを原田さんは伝えていまして、どうしたら気迫さと結ばれるのか、どうしたら鳥や雲と話せるのか、どうしたら世界は平和になるのか、そこを伝えます。どうしたら木や草と結ばれるのか、どうしたら光や雲と流せるのか、どうしたら世界は平穏になるか。Thank you.